はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、最近も結構暖かくなってきて、どんどんとね、本格的に春に差し掛かっていると思うんですが、春って新しいイメージがあって、メイクとかファッションとかでもカラーもの取り入れて気分上げたいなっていう感じで、色物とかがね特に気になる季節なんですけれども、今回はいろいろなカラーを使って春メイクを3つ紹介していきたいと思います。今回はアイカラー、アイライナー、リップをそれぞれ変えて春メイク3つ紹介できればなって思います。この3つはちょっと変えるだけでもメイクがガラッて変わって見えたりとかするので、この3つを少しずつ変えていきながら紹介していこうと思っております。で、しかも今回はね、美声縛りということで、春の新作とかも使っていきながらプチプラなコスメでメイクをしていこうと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、まずは一つ目のメイクがオレンジ系のメイクをしていこうと思います。今回アイカラーとアイラインとリップを変えていくんですけど、それ以外は全部同じになるので、とりあえずそれ以外のメイクをささっとやって、そこから詳しく紹介できればなと思います。まず下地はミセリシアトーンアッププライマーを使っていきます。こんな感じの紫っぽいカラーで、やっぱり紫のカラーは透明感がすごく出て、トーンアップもしてくれるので、春にもとてもぴったりな下地ですね。そしてミセリシェの CC コンシーラーナチュラルベージュを使って、気になるところを少し隠していきます。このコンシーラー結構ピタッと密着してくれて寄りにくいですね。しっかりとねカバーもできます。そしたらミセリシェフォギーグローフィルター00番を使ってふわっとセットしていきます。こんな感じの色、これは半透明な感じだから、どんな肌色の方でも使いやすいパウダーですし、めちゃくちゃサラサラになります、肌が。続いて眉毛をやっていきます。ミセリシェアイブロウペンシル SBR301 番ライトブラウンを使っていきます。こっちにスクリューブラシがついてて、こっちにアイブロウペンシルがついております。芯はこんな感じで結構細めです。しっかりと発色してくれて、めちゃくちゃ描きやすいね。ちょっとブラシでぼかしていきながら描いていきます。マイマスカラをしていきます。ミセリシェのインスタントアイブロウカラーの BR1 番を使っていきます。結構ちっちゃめのチップですね。このカラーはやっぱりハイトーンの方とかにすごくおすすめかな。とっても馴染みやすい眉毛にしてくれます。チークはこちらを使います。ミセリシェのフォギーオンチークス NBE821 番です。こんな感じのベージュっぽい感じのカラーですね。ミセのチークめちゃくちゃ人気ですよね。すごい肌なじみのいいカラーで、どんなメイクにも合いますね。このカラーは自然と血色感が出て可愛い。こんな感じで土台は完成いたしました。ではいよいよアイメイクをやっていきたいと思います。じゃあまずアイカラー、こちらを使っていきます。ミセリシェのダズリングリオアイズの OR1 番です。このダズリングリオアイズはこんな感じで、こっちが結構小粒斜めのアイシャドウになってて、こっちが大粒なラメのアイシャドウになってます。これがねめっちゃ可愛いんですよ。じゃあまずこっちのカラーから塗っていきたいと思います。今回はアイラインを結構主役としてメイクをしていきたいなと考えているので、アイカラーは結構ナチュラルめに仕上げていく予定です。やっぱビセさんってすごく上品なイメージがあるので、いろんな年代の方が使いやすいコスメが揃ってます。そしたら続いてこのカラーを塗っていきます。これをまぶたの中央に乗せていこうかな。わかります？このキラキラ感伝わるかな。めちゃくちゃ可愛いこれが。そしたら続いてこちらのミセリシェダズリングリョアイズ BE5 番を使っていきます。こっちのカラーですね、涙袋に入れるカラーにめちゃくちゃ最適で、ラメ感がすごく綺麗だから目がうるっと見えて可愛いです。アイカラーはとりあえずこんな感じで OK なので、じゃあ続いていよいよアイラインを引いていきたいと思うんですけど、今回使うアイラインが新作のコスメになります。これがねめっちゃ可愛いんですよ皆さん。じゃじゃん、こちらなんですよ。ミセリシェのアンティークパステルライナーになります。この並びがめっちゃ可愛いんですけど、もうすでに全部で6色あって、全体的に結構こう春にぴったりなパステル系のカラーが揃ってるんですが、パステルカラーの中でもとっても使いやすいくすみ系のカラーになってるんですよ。これがねめちゃくちゃ可愛くて、とりあえずちょっと手に1回出してみますね。はい、今こんな感じで出してみました。それぞれ BR381 番、 BE380 番、 OR280 番、 PK880 番、PU180 番、 GR780 番になっております。めっちゃ可愛いですよねこの色合い、すっごい絶妙じゃないですか。でしかもビセさんなのでプチプラなんですよ。これがプチプラでこういった色味ってなかなかないじゃないですか。ビセさんは自由にメイクを楽しんでほしいっていうテーマがあるらしくて、だから結構いろんなねカラバリのものが多いと思うんですよ。他では見ないような配色だったりとかっていうのも多いと思うんですけど、今回の新作もねこんな感じでいろんなカラーがあってめちゃくちゃ可愛いです。ミルキーな発色っていうか、馴染みがいいんだけど馴染みすぎてない
感じ。ちゃんと色も出してくれつつでも馴染むっていう、すごく不思議なカラーになっております。それぞれ今回この6色を使っていろんなねアイラインを引いていこうと思うんですけど、まずはこちらのカラーですね、 BE380 番を使っていきます。今回アイカラーが結構シンプルな感じなので、目の際をなぞるような感じで塗っていきたいと思います。こっからピーッと引いていきます。ちょっと太めに引いていこうかな、分かりやすいように。フェルトタイプになっててね、すごい腰があって描きやすいんですよね。ちょっと跳ね上げる感じでアイライン引いていきます。はい、今こんな感じで引けました。すごい大人っぽいカラーで可愛いですよね、この色。さらにまたもう一色使っていくんですけれども、 OR280 番オレンジのカラーを使っていきます。ウィングラインっていうものをやっていこうと思ってて、このちょうど二重の線があるところらへんかな、こっからこんな感じでウィングラインを引いていきます。こんな感じかな、どうでしょう、可愛くないですか。めちゃくちゃこのアイラインの引き方はビセさんが提案されていて、いつものアイラインにちょっと付け足して遊べるようなアイラインっていうのをいろいろと提案してくださってて、なんかページもあったりするんですけど、そこに載ってたアイラインで可愛いなと思って私も今回ちょっと挑戦してみます。残りの2つもちょっとまた違った引き方でね遊んでいこうかなと思っております。可愛い、色合いが絶妙すぎてめちゃくちゃ可愛い、こんな感じです。ちょっとね目尻を少し引き締めたいなと思うので、さっき使った B380 番こちらのアイライナーでここの三角ゾーンと言われてる下まぶたのところ、目尻のところを少しラインを引いていきます。アイラインはこんな感じで完成です。そしたらマスカラをやっていきます。リセリシェのブラウニッシュマスカラ BR300 番です。今回アイラインがやっぱり主役になってくるかなと思うので、マスカラもちょっとブラウン系のものを使ってより馴染みやすくしていきます。このマスカラしっかりまつげの長さも出してくれるし、めちゃくちゃちょうどいいブラウンカラーじゃないですか。はい、じゃあアイメイクこんな感じで完成いたしました。じゃあ最後にリップを塗っていくんですけれども、リップもですね新作のコスメが出ております。キャンディーステインというリップなんですけれども、ツヤのあるような質感なんですよ。結構サラサラとしたリップなんですけど、だから割と唇はうるっと保ってくれつつも、でも落ちにくいからマスクでもね使いやすいっていうリップです。じゃあリップこちらを塗っていきたいと思います。 YE520 番です。皆さん惹かれますよね、このイエローな感じ。今年の春はねお洋服もメイクも結構イエローがトレンドになってくると言われているので、こちらをね塗ってみたいと思います。一見えって思うかもしれないんですけど、すごい可愛いんですよ、唇に塗っていくと。本当に軽いつけ心地、水っぽい感じが強くてとても軽いんですけど、しっかりと色ついてくれるんですよ。不思議ですよね。イエローなんですけど、やっぱりこの唇のカラーと馴染んでくれてちょっとオレンジっぽく見えてるかと思います。まあこれだけでも可愛いんですけど、もう少し唇に深みというかを出したいなと思うので、 OR220 番も使っていきます。こっちの方がよりオレンジ味が強いですね。結構パキッとした唇になります。かわいいこの色。はい、ということで一パターン目はこんな感じになりました。どうでしょうか、オレンジ系のメイクアップでございます。やっぱりこのラインがすごく特徴的で可愛いかなと思うんですけど、私はこういったメイクだったらやっぱりデニム系をしたいかな。結構ヘルシーな感じのメイクかなと思うので、海外っぽい感じのデニム系とか合わせたりしてもね可愛いかなっていう気がします。まず一パターン目はねこんな感じでオレンジ系のちょっとヘルシーなメイクアップをしてみました。では続いて2パターン目紹介したいと思います。はい、では今メイクオフしてきました。さっきも言ってた通りベースのメイクは今同じものをやってる状態なので、アイカラーとアイラインとリップをやっていきたいと思います。じゃあまずアイメイクからいきましょう。今回はねちょっとピンクめなカラーを使っていきながら、ちょっと大人っぽく仕上げていければと思っておりますので、そんな感じでやっていきます。ではまずアイカラーこちら使っていきます。ダズリングデュオアイズ BE6 番を使っていきます。まずこっちのカラーをね全体的にのせていきます。結構もう今回は最初から大きめのラメを使って全体的にのせていきます。本当にラメが綺麗で、なんかもちろんこうやってワンカラーとして使っても可愛いけど、色のあるアイシャドウに重ねたりしても絶対可愛いラメ感です。はい、こんな感じ。そしたら次 PU2 番を使っていきます。このちょっと紫っぽいピンクっぽいカラーがあるんですけど、これを取ってちょっと目尻にのせていく感じで軽く重ねていきます。
ほんのりパープルっぽい感じのカラーでめっちゃ春っぽい、かわいい。そしたらさっきのこちらの BE6 番に戻って左側のカラーを涙袋にのせていきます。アイカラーはこれで完成です。続いてアイラインを引いていきます。アンティークパステルライナーの BR381 番を使っていきます。今回ちょっとパラレルラインって言ってね、まぶたの目頭のところに引くようなねラインがあるんですけど、それをやっていこうと思うんですが、まずこっちのねブラウンカラーで目尻に引いていきます。このカラーがやっぱ一番使いやすいは使いやすいかな。結構濃いめのブラウンカラーなので一番普段使いはしやすいカラーかなと思います。こっちの目頭の上の方もね付け足して目力を出していきます。こんな感じで引けたのでパラレルラインを引いていきましょうか。今回はピンク系ということなのでこちらのカラーを使っていきます。 PK880 番でございます。にスーッと引いていきます。際のところですね、こんな感じで。このぐらいだったら結構さりげないので簡単に春らしい感じを取り入れることができておすすめです。はい、こんな感じです。これもさっきと同じマスカラ塗っていきます。じゃあ最後リップを塗っていきたいと思います。キャンディーステインの PK820 番を使っていきます。こちらがちょっとねピンクっぽい感じのカラーになっております。楽しみですね塗るのが。見た目結構濃そうに見えると思うんですけど透けるような発色で、その人の元の唇の色を出してくれつつ発色してくれる感じがするので、すごく一人一人に馴染みやすいリップメイクができる気がします。はい、こんな感じかな。可愛い色、すごい綺麗な色ですね。今回のメイクちょっとねもう一個ポイント付け足そうかなと思ってて、こちらを使っていきたいんですけど、ダイヤモンドティントセラム PK820 番でございます。これめっちゃ可愛いんですよ。じゃじゃん、こんな感じのすごいキラキラなんですよね。マジでクリスマスコールですかっていうぐらいのめちゃくちゃキラキラなリップなんですけど、まあ、これね表面にパールがついてるだけなので全体的にパールが入ってるってわけではないんですが、見て楽しいリップですね。ちょっとこれを上からね重ねていこうと思います。うわ、見えました。この輝きやばくないですか。これね実はティントのリップなので、こういった色のついてるリップ塗ってない段階でもそのままの唇でも程よく血色感を出してくれるようなリップになってます。上から重ねていってもすごい可愛いですよ、ふっくらして。はい、こんな感じかな。はい、ということでこんな感じで2パターン目のメイク完成いたしました。今回はピンク系のメイクでございます。このメイクは結構大人っぽくって、でしかもそんなにね主張の激しくないっていうか、ほんのりっていう感じのピンクなのでオフィスメイクとかでも使えると思うし、ザ・春っていう感じのメイクに仕上がったかなって思います。で服装もねちょっと変えたんですけど、こういうグレーのほっこりニットみたいな感じの洋服に着替えました。すごく普段のメイクでも取り入れやすいと思うので、このパラレルラインぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで続いてでラストになります。じゃあ3パターン目紹介していきます。はい、それでは最後ラストのメイクやっていきたいと思います。ラストはちょっとねカラフルな感じにしていこうかなって思います。じゃあまずアイカラーからやっていきましょう。ナズリングデュオアイズ PK3 番を使っていきます。まずこっちのピンクのカラーを全体的にのせていきます。ピンクの主張が激しいっていう感じではないのでとても使いやすいカラーです。続いてこっちのカラーですね、ちょっとゴールドシルバーっぽい感じの色、これを中央にのせます。ちょっとこっちの目頭の方にも塗っておこうかな。ちょんちょんちょんと、はい、キラキラですね、かわいい。そしたら続いてこちら GR4 番を使っていきます。このねグリーンカラーなんですけど、こちらこれをちょっとだけ下まぶたの目尻ら辺からのせていきます。軽く透き通るような感じのグリーンカラーでめちゃくちゃ綺麗です。じゃあアイカラーはこんな感じで終わりで、続いてアイラインを引いていくんですけど、ツートーンラインとドロップラインっていうのを組み合わせようと思ってて、まずこちらのアンティークパステルライナーの PU180 番、紫っぽい感じの色なんですけど、目頭の方から際にのせていきます。だいたい半分ぐらいまでかな、ツートーンなのでちょっと半分ぐらいまでのせていく、こんな感じですね。その次にこちらの BR381 番を使って途中止めたところらへんからつなげる感じで目
尻側に引いていきます。さっきの2つのメイクは結構跳ね上げた感じでラインを引いたんですけど、これは少し落とすような感じで自然に引いていきます。こんな感じで2トーンのラインが引けました。そしたら続いてドロップラインっていうのを引いていくんですけど、使うのがこちらです。 GR780 番を使っていきます。でドロップラインなのでこの下に引いていくんですけど、つなげていくような感じで下まぶたの目尻ら辺に入れていきます。これがすごく新鮮で可愛いんですよね。結構もうがっつりと引いていっちゃいます。はい、今こんな感じです。すごい新鮮なラインですよね。これ面白い感じのメイクをしておりますこれも同様マスカラしていきます。ということでマスカラもこんな感じで塗れました。じゃあ最後リップを塗っていこうと思うんですけど、キャンディーステイン BR320 番を使っていきます。ほんのりブラウンな感じで結構顔がはっきりとする感じのリップですね。私はやっぱりこういう色が好きですね。結構濃いめの色というか。はい、ということで3つ目のメイクも完成いたしました。今回は結構カラフルめな感じの3つもアイライナー使ったんですけど、でも本当にこのアイライナーがどれを組み合わせても可愛くて、絶妙なカラーっていうのがいろんな色とマッチするっていう理由なのかなとも思うんですけど、新作のアイライナーいろんな組み合わせで楽しめるようになってるので、こういったねメイクもできちゃうっていう、メイクが楽しくなるような、春が待ち遠しくなるような、そんなメイクにできたかなと思います。お洋服もねちょっとイエローのカラーのトップスを持ってきました。全然カラーものとかじゃなくてもホワイトとかでも逆にメイクが生えて可愛かったりもすると思うので、それでもいいかなと思います。ちょっとこうピクニックとかアクティブな時にしたくなるようなメイクかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じでビセ縛りで春メイクを3つ紹介してみました。今回はそのね新作のアイラインを使うということで、アイラインがメインとなるようなメイクをね3つ紹介したんですけれども、まだまだね本当に可愛い組み合わせだったりとか可愛いラインの着方とかたくさんあると思うので、皆さんもなんかぜひいろいろ試しながら自由にメイク楽しんでみてください。今回使ったコスメの詳細も概要欄に貼っておこうと思うので、こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。